耐久試合オープン選手権試合30分一般勝負青コーナー268パウンドハリー・レイジン赤コーナー320パウンドジャイアント・バウンド ファンが選んだ夢の対決が続々と実現いたします。これからリング上ではファン人気カード第8位ジャイアント馬場対ハリーレースの30分一本勝負が開始されるところであります。レフリーは NWA のオフィシャルレフリー城樋口であります。両者ともに赤いトランクスをつけております。ジャイアント馬場とハリーレース第47代 NWA チャンピオンハリーレース第49代 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャイアント馬場であります。今ゴングが鳴りました。この試合の解説は田津浜博さんでございます。よろしくどうぞ。田津浜さん、はいはい、これはもう NWA の、チャンピオン同士の対決と言ってもいいですね。そうなんですよ、はい、チャンピオン中のチャンピオンを決めることになりますね、はい、で今のところねレースが3点でトップでしょ、はい、で馬場2日目に失点がつまんなかったですね。この試合大事な試合ですね。さあ早くも馬場がエキサイトしております。放り投げましたジャイアント馬場、どっしりとした重みのある、まあこれが田澤さん超一級品の試合と言ってもいいでしょうね。全チャンピオン同士ね、はい、上に熱のこもった好試合が期待されます。ジャイアント馬場ハリーレース、さあハリーレースが持ち上げた馬場フライングメイヤー、首投げで投げ飛ばしましたジャイアント馬場、思い切って首を頭を締め付けますジャイアント馬場、ヘッドロックが決まっています。ファンの希望人気カード第8位にランクされるだけのことはあります。ジャイアント馬場とハリーレースの試合、非常に熱のこもった一戦であります。私は先ほど超満員に膨れ上がりました福岡宮殿記念体育館のあるファンに聞いてみたんですが、ジャイアント馬場にどういうことを期待するかと言いますと、チャンピオンらしくグランドに持ってってレースをギブアップさせてほしい、またあるファンは徹底的に痛めつけてもう来日不可能にしてほしいと、さまざまなファンの期待と願いがこもったこの一戦であります。まあ、ファンの皆さんもですね、はい、ジャイアント馬場が勝つには勝ってももう徹底的にやっつけてほしいというのがなんか願いのようですね。なるほど、はい、まあ、馬場選手のね、はい、この安定した試合っていうのは非常にリーチが長いですから、はい、懐が深いでしょ。でいざとなるとね、その16問とか脳天で、まあ、いわゆる、外堀で相手を食い止めてね、はい、本丸には火がつかないのね、はい、最近はまあ長い足を利用したカーズ落としだとかですね、はい、もうここ一番という時にそのネックブリーカードロップ、あるいはカーズ落としが出ますね。非常に安定してますね、非常にチャンピオンとしての余裕と貫禄が伺えますジャイアント馬場の試合ぶりであります。非常に落ち着いておりますジャイアント馬場。まあ、このジャイアント馬場もハリーレースは9度目の来日なんですが、来日するたびに強くなってくるとこのように評しておりました。ハリーレースもね、非常にこの人はそのあれですね、ラフにいいし、それからグレコリウムの、脳天から落とすいろいろな、なんですね、まあ、パイルドライバーとかね、いろいろな大技を持っております、はい、グレコリウムのね、はい、ですからラフにもいいし非常に幅が広い。そうですね、アトミックドロップが炸裂、さあハリーレース得意のフライングヘッドバットに行った、しかしこれは自爆、これは自爆しました。さあジャイアント馬場がよく見ています、相手をよく見ています。ジャイアント馬場この辺りやはり第49代 NWA 世界チャンピオン、そして PWF ヘビー級チャンピオン29回連続防衛の貫禄でありましょう。ジャイアント馬場ヘッドロックで攻めつけます。ハリーレースはこの大会ジャイアント馬場、ドリーファンク、そしてアブドラザ・ブッチャーなどと並びまして有力な優勝候補の一人とされております。
何としても負けられないジャイアント馬場との一戦であります。相変わらず太い腕で攻めつけますジャイアント馬場、グラウンドに持っていきました。おっと空を逆さに抑えます。しかしまた戻しますジャイアント馬場、力がこもっています。ラフファイトもオーソドックスなファイトも何でもこなす超一流のレスラーでありますハリーレース、一方は日本が生んだ世界に誇るレスラージャイアント馬場であります。ヘッドロックで決めますジャイアント馬場、死んでも離さないといったそういう執念のこもったヘッドロック、サロープへ飛ばしたキッチンシンク、ハリーレースジャイアント馬場のストマックに入りました。胃袋に入っています。そしてニードロップ、ジャイアント馬場の頭一発二発、これは苦しい馬場。そしてスリーパーホールドの体勢、スリーパーホールドに入りました。太い腕入れ墨が不気味に見えますハリーレース、グイグイとジャイアント馬場の首のあたりを締め付けます。そして顎も締まります。スリーパーホールド、苦しそうな表情のジャイアント馬場であります。10月30日に対大木戦に見せた根性、やはりプロレス界の第一人者としての貫禄は十分でありますジャイアント馬場、今姿勢に回っております。グイグイと攻めつけるハリーレース、まあこの大会参加外人選手は13人いるんですが、このハリーレースという選手はどちらかというとその悪党派レスラー、あるいはストロングタイプ正統派のレスラー、そして高難自在派のレスラーと分けますと高難自在派のレスラーですね。高難自在、はい、オールラウンド派とでもいい、そうですね、言うんでしょうかね。これは非常にね、この人は骨が硬いですね、はい、例えばロープのトップからですね、頭フライングヘッドバット、あれ普通の体だったら自分が巻いちゃうからね。そうですね、非常に身も軽いハリーレースであります。ハリーレースが後世またスリーパーに行きます。ジャイアント馬場の顎、そして首のあたりを締め付けますハリーレース、膝蹴りとそれから肘落とし、はい、非常にこのような怖いですね。豪鉄のようなエルボースマッシュ、エルボー技を持っていますハリーレース。それで痛めておいてブレンバースター来ますからね、怖いですよ。まあ、噂によりますと肘に鉄を入れているというようなね、ことも言われておりますハリーレース、非常に骨が硬いでしょ、骨が硬いハリーレースであります。でなきゃね、トップロープからねヘッドバット、フライングヘッドバットできませんよ、はい、今のところハリーレースが攻めつけています。ジャイアント馬場が防戦一方に回っております。柔軟で強靭な鋼の筋肉を持つ男ハリーレース、その鋼のような腕でジャイアント馬場の首を締め付けます。スリーパーホールド、半身で立ち上がりましたジャイアント馬場、力でねじ伏せることができますか。さあ力比べ、2メーター9センチ145キロのジャイアント馬場、パワーあります。しかしまた戻されましたハリーレース。馬場選手の場合はね、非常にリーチが長いでしょ、はい、テコのかかる力ってのは大きいですからね。だから腕力というより力のね、力学的な意味で非常に有利ですね。そうですね、でディフェンシブなその攻められて強いですよ、はい、馬場選手の場合ね、攻められて攻められて、そしてあと一歩というところに粘りを発揮する、これがジャイアント馬場の進化なんですがね。懐の深さと、はい、それから、まあ、長さですね、テコの長さ、これが有利ですね。さあようやく姿勢から攻勢に回りましたジャイアント馬場、水平ショップ一発、胸元に炸裂、攻勢に出るジャイアント馬場。しかし鋭い表情でジャイアント馬場を睨みつけますハリーレース、左腕を取ります。鋼のような男、豪鉄の男、ハリーレースの左腕を取りましたジャイアント馬場、グーンと絞り上げます。
左腕を絞り上げた。バックに回ります。アームロックの体勢、さあアンブリーカーに行きました。腕折りに行ったジャイアント馬場、逆に取りました。落差が大きいですからね、馬場、はい、選手の場合は。17歳からプロ一筋に打ち込んで鍛えに鍛え抜きました。ハリーレースの肉体、鋼のような肉体を攻めつけますジャイアント馬場。馬場選手がいろんなその有利な点を、ね、生かすのは足が強いからですね、はい、足が弱かったらそれは生きないんですね。ハリーレースはカンサス州カンサスシティを本拠地、 NWA 本部およびボブ・ガイゲルが推薦しております。本名はハリー・コップ。馬場、ドリー・ファンク、ブッチャーに次ましてファン人気投票西の第2位であります。相撲方式で申しますと西の大関に位置しておりますハリーレース、人気の方も十分なら実力も十分にありますハリーレース、ジャイアント馬場との一戦であります。左腕を決めますジャイアント馬場、もうすでに汗がびっしょりでありますハリーレース。さあ持ち上げた、しかしその上に追いかぶされましたジャイアント馬場、カバーに入ったワンツーカウントはツー、このくらいでは負け、粘りますハリーレース。まあダメです、ひょうを回すようなしなやかな動きをします。そしてライオンのような闘志を見せますハリーレース。精悍な表情ですジャイアント馬場ハリーレース、本当に好物のつけがたい熱戦であります。第47代 NWA チャンピオンのハリーレース、第49代 NWA チャンピオンのジャイアント馬場、ボディスラムだ、ボディスラム一発、ハイアングルのボディスラム、角度があります、2m9cm、落差のあるジャイアント馬場のボディスラム、そしてフライングメイヤー、首を切れました。まことに鮮やかであります連続攻撃のジャイアント馬場。ボディスラムじゃなくてあのヘッドシザースで、ヘッドロックでね、あの、はい、フォローしてるのがね、あの実にいいですよね。そうですね、ただ投げっぱなしじゃない、ピンチに強い、そしてここ一番の勝負には絶対に強いジャイアント馬場であります。このオープン選手権大会優勝候補の本命でありますジャイアント馬場、ハリーレースとの一戦、絶対に負けられない一戦であります。ヘッドロックで首を頭を締め付けますジャイアント馬場。頑張るハリーレース、姿勢から構成に移りましたジャイアント馬場であります。前として構成、ヘッドロックは外れません。さあそれを持ち上げたバックドのプリッター、どうだ、これは後頭部を下から打ちました、打ちましたね、ジャイアント馬場、どうだ、立ち上がることができるか、おっとレースがエプロンから外へ出て得意のフライングヘッドバットに行こうという体勢、トップロープに登った、それをジャイアント馬場が抑えた、デッドリードライブの体勢だ、死のドライブ、死のドライブ、デッドライブ、デッドリードライブが出た、完全に決まりました。さあこの後フライングメイヤー連続技、連続攻撃であります、ワンカウントはワン、さすがにジャイアント馬場、日を見る二輪、よく相手を見てましたね。そうなんです、またあの、馬場選手の方もね、はい、不用意に、ヘッドロックしてバックドロックしちゃったね、はい、お互いによく見てますね。そうですね、やはり第47代と49代の世界 NWA チャンピオン同士の対決ということで超一級品の試合展開が見られます。依然としてヘッドロックが決まっています、ジャイアント馬場、グイグイと攻めつけてみます。ラフファイターだがテクニックも抜群、元 NWA チャンピオンの底力を発揮しますかハリーレース。あの馬場選手はね、はい、割合にその腕が細く見えるけれども、はい、その長いでしょ、はい、長いからのヘッドロックが効くんですよね、あのテコが大きいですからね、はい、角度がね。それから一見細く見えますが馬場選手もやはり鋼といいますか鋼鉄を増す、ね、その腕をしてますね。そうなんです、筋肉は細いですけれどもね、はい、割合にね、
だけどかかる力は大きいんですよ ね、 そ、 うですね。その力強い腕でぐいぐいと攻めつけますジャイアント馬場。どちらも1回ずつピンチがありました。しかしそのピンチを出しました。さあもう一度ロープへ振った、ショルダースルーだ、2メーター9センチの落差のあるショルダースルー、完全に入ったフライングメイヤー、連続攻撃鮮やかでありますジャイアント馬場。依然として攻勢が続きます。今度はジャイアント馬場の髪の毛を取ります。最近は好調の波に乗っておりますラフ&テクニックの使い手ハリーレイス。この来日前に10月17日にミズーリ州のセントルイスのキールオールデトライムで新進気鋭のジェリー・オーツを老快な試合運びで25分27秒に下してミズーリ州のヘビー級選手権を防衛しておりますハリー・レース。カンサス州はカンサスシティを本拠地にしておりますが、とにかくアメリカ南部をもう所狭しと暴れまくっているハリー・レースですね。今のヘッドロックが効いてますよ、はい、ちょうどあの、頭蓋骨のねちょうど割れ目のところですね、あそこ締めてるんですからね、あれ効いてますよ。あれは長くやるときな臭くなる。そうですね、きな臭い匂いがしてくるともいけない、はい、要するに摩擦熱できな臭くなるんですか。いやどういうわけですかね、 あそこを締められるときな臭くなるらしいですね、はい、あのヘッドロックが効くんですよ。それはたまりませんね、頭蓋骨まで響くでしょう。頭蓋骨 の、 あの割れ目のところをねあれ締めてますからね。クイクイと攻めつける、しかし粘るハリーレース、ようやく逆転しました。背中をバックブリーカー、そしてニードロップ顔面。さあまた一発二発、馬場苦しい、主勢から後勢に入るタイミングうまい。さあヘッドバット、ヘッドバットヘッドバットが入った、一発ワンカウントはワンであります。よく返します、ジャイアント馬場。しかしかなり効いている、かなりダメージは大きいぞ、ね、あの膝落としからのね一連のあれは攻撃。さあ今度はパイルドライバーの体勢だ、パイルドライバーいった、脳天差落とし、脳天ドライバー、パイルドライバーが行きました、脳天食い打ち、その上にカバーに入った、ワンツーワンツー、あーよく返したカウントはツー、よく返しましたね、よく返しました。もう今ちょっと失神状態でしょうジャイアントババ。しかし頑張ります、頭を振っています。あのパターンに入っちゃいかんな。さあ今度はヘッドシダース、次から次へと技が展開しますハリーレース。ちょっとジャイアント馬場も不覚でしたね、今のあのコンベアシステムに入っちゃっちゃいかんですね、はい、レースの最も得意なやつですから ね、 そうですね、フィニッシュのパターンに入ろうというところですが、しかしなんとか窮地を出していますジャイアント馬場。さすがによく返しましたね、はい、まあ、ジャイアント馬場は長丁場になるとオールラウンドで追い上げてくるレスラーですからね、まあ、この危機をなんとか出してもらわなくちゃいかんですね、はい、今ヘッドシダースで攻めつけるハリーレース。今のところ6分4分ぐらいでハリーレースの方が押し気味ですね、押し気味ですね、まあ、6分4分というよりこのあのパターンに入ってからのね、そうですね、それまでは別に押されているとは言えなかったでしょう、はい、不覚でした。ちょっとスタミナもかなり消耗してきた感じのジャイアント馬場であります。完全にヘッドシダース決まっています。期待に期待できましたハリーレースの体、その太い足でジャイアント馬場の頭を攻めつけますヘッドシダース。まあ、かつてジャイアント馬場はレースを表して青竹でできた人形のように弾力と耐久性があって、いくら殴ってもそして叩いても踏んづけてももう答えない、本当にタフなレスラーだとこのように言ってましたがね。そうですね、非常にもうその体が頑丈ですね。そのハリーレースとジャイアント馬場は対戦しております。なんとかこのピンチを出したいジャイアント馬場であります。しかし先ほどのパイルドライバーのダメージをですね、今そのヘッドシザースの間に徐々に回復したような感じですね、馬場君としてはね、はい、それを回復しようと思ってあえてね
グラウンドに持ち込んでますね。はい、危ない形に持ち込まないようにしてるわけですよね。一つの作戦でしょう。そうでしょうね。とにかくキャリア十分のジャイアント馬場であります。頭のあたりをヘッドシダーズされていますが、盛んに叩いております。ジャイアント馬場、これは先ほどのようなダメージはないですね、はい、そろそろ先ほどの脳天食い打ちのそのパイルドライバーのダメージが回復するところでありましょう。ジャイアント馬場、さあこの体勢からどういう技に入りますか。ジャイアント馬場、力比べ、根比べ、中腰の表、あの体がね、はい、あの半身になってますからね、あれではあまり力入りません。そうですね、中腰のポーズを取りまして、なんとか形勢を逆転したいジャイアント馬場であります。もうとにかく滝のような汗、流れるといったようなもんでありません。全身水を浴びたような、そういった汗であります。ハリーレース、そしてジャイアント馬場であります。館内も熱気に包まれておりますが、しかしこの両選手の動きは誠に熱のこもった一戦であります。ようやく抜きました。首を振りました。さあ水平チョップ、水平チョップ一発入りました。そしておーっとネックブリーカードロップ、得意のネックブリーカードロップが出たぞ。しかしジャイアント馬場も後頭部を打ちました。さあ早く立ち上がれ、早く立ち上がってカバーに入れ。両選手ともに同じような体勢であります。同じように立ち上がりました。ネックブリーカードロップ必殺技が出ました。ジャイアント馬場、そしてもう一回ヘッドロックで打ったが、今度はロープへ飛ばした。ほーっとショルダーアタック、ボディアタックが出ました。しかしジャイアント馬場また頭を打ちました。また頭を打ちました。早く立ち上がれ、早く立ち上がれ。ハリーレースが立ち上がりました。半分立ち上がりました。両選手とも意識は同じぐらい感じです。お互いに同じぐらいの、そうでしょうね。さあレースが立ち上がった。おーっと2パットを切れました。そしてボディースラムだ。ハイアングルのボディースラム一発、ジャイアント馬場が長く伸びました。その上に追いかけたワン、カウンターワンであります。まだ余力を残しておりますジャイアント馬場、2メーター9センチ、145キロあります。スタミナも十分あります。ジャイアント馬場パンチ一発、さあパンチの応酬、ジャイアント馬場振った、ハンマーで決めてロープへ飛ばした。16問カウンター、16問カウンター、村本に炸裂。さあ馬場がフィニッシュに入った。しかしロープに足を出した。ハリーレース、なかなか試合巧者よく知っております。今度は逆に、馬場選手の得意のパターンに仕掛けて、逆水平、そして16問という馬場の得意のパターン。今度はストンピング、ストマックを踏んづける、胃袋を踏んづけた、胸元を踏んづけた、145キロの体重を乗せたダブルストンピング、ダブルストンピング、苦しそうな表情。その上にカバーに入ったワンツー、ワンツーだが、しかし上樋口が、レフリーの上樋口が足を見ました。ハリーレースの足が出ています。ハリーレースの足がロープにかかりました。試合巧者、さあ今度はヘッドバット、日を見る二輪、窮地を脱します。ハリーレース、そして後世、膝落としは膝落としですね、怖いですあれはね。顔面に入りました。カバーに入った。今度は馬場がロープへ逃げる。2メーター9センチ、長い足を投げました。ロープへ出しました。さあ今度はブレンバスターの体勢だ。ハリーレース、ブレンバスター大きく投げました、大きく投げました。しかしエプロンから足が出ています。ジャイアントマンは足が出ています。レフリーの上樋口気がつきました。ロープ、ロープ、ロープに逃げます。ジャイアントババ素晴らしい試合です。ここで膝落としはあんまり食っちゃいけませんね。そうですね、まさにナローエスケープってやつだな、はい、ロープ外へ出ました。エプロンから場外に出ようというジャイアントババ、場外に転落しました。ジャイアントババドスンという、今ゆっくりとゆっくりと頭を振っています。このあたり馬場としましてもダメージが回復するまで場外にいるという作戦でしょう。今度はハリーレースが追い打ちをかける。
戦場を場外へ求めました。コーナーポストにぶつけたが、しかしハリーレースの頭をぶつけました。ハリーレースはコーナーポストに頭をぶつけました。いくら頭の強いそのハリーレースも場外の鉄柱に当たってはたまりません。血が出ました。血が流れます。ハリーレースの期待であります。ジャイアントバーがリングに上がりました。リングに上がりました。上に上がることができますか。レフリーの上樋口がカウントを開始した。さあ顔面血に染みまして場外に上がろうというところ、馬場のチョップが行く。そして踏んづける、蹴飛ばす。ダラ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 と私のちょうど目の前であります。ハリーレースのすごい流血ですね。流血です。ものすごい位置です。ものすごい位置です。すごい流血。もう相当縫わなきゃいけないような、はい、そんな感じですね、はい、ボタボタ落ちてますからね、はい、いくら石頭鉄頭のハリーレースも鉄柱にぶつけられてはたまりません。今度はジャイアント馬場を引きずり下ろしました。さあ放送席の机に激突。私のいる放送席の机に激突しました。放送席はめちゃくちゃになりました。めちゃくちゃであります。放送席の机に激突しました。私の目の前の放送席が血に染まりました。ものすごい位置であります。真っ赤であります。苦しそうな表情のハリーレース。いやー田沢さんすごい位置ですね。いやーすごい。これはもう血でべっとるじゃない。血のりでね。はい、血のりがつきました。放送席であります。さあ場外に上がりました。リングに上がったジャイアントババカウンター。32本ロケット砲。ロケット砲が出た。ワンツーカウンターツー。しかしまたロープへ逃れます。ハリーレース。いやしぶといですな。しぶとい。第47代世界チャンピオンハリーレース、第49代 NWA 世界チャンピオンジャイアントババロープへ飛ばした。おーっと自爆に終わりました。ドロップキック。真っ赤に染まりましたハリーレースの顔面。そしてその上にエルボーを落とす。肘差しに行ったハリーレース。ワンツーワンツーワンツー。辛くも馬場も跳ねのけました。汗みどろであります。汗みどろの一戦、もうすでに25分を待っております。ジャイアント馬場とハリーレースの一戦。まだチョップ攻撃。さあヘッドバット、技と技、力と力、応酬であります。ジャイアントババハリーレース。おーっとカード落としに行く。カード落としに行った必殺技。しかしババも後頭部を打った模様。その上にカバーに入った。カバーに入った。これは決まるか。ワンツーワンツー。跳ねのけた跳ねのけた。素晴らしいスタミナ、素晴らしいスタミナであります。ハリーレース、まさに視力を尽くすってやつ、ね、素晴らしいですね。視力を尽くすってのはこれですよ、はい、さあ今度はボディースラムか。いやシミット流のバックブリーカー。背骨折りに行きましたジャイアントババ。その上カバーに入った。ワンツーワンです。カウンターワンカウンターワン。よく粘りますがハリーレース。ジャイアントババも汗びっしょり。ハリーレースは顔面血で真っ赤。パンチを返しますハリーレース。さあバックに回ります。チョップ攻撃。おーっとまたパイルドライバーの体勢だ。ローデンクイージに行った。しかしポジションが悪い。ジャイアントバーナーサードロープにかかりました。足がロープにかかっています。さあまたヘッドバット。しかし足がロープにかかっているよね。ロープにかかっていますが、しかしダメージだけは与えておこうという、そういったレフリーの制止も効きません。ワンカウントを数えます。ババも長々と足を伸ばしております。これはダメージ食っちゃつまらんですね。そうですね、はい、なんとか早く立ち上がりたいジャイアントババ。さあ今度はボディースタムで放り投げた。そして得意のパターンだ、得意のパターンだ。フライングヘッドバットの体勢だ。トップロープに登った、登った。さあ見た、相手を見た。ババがかわした、ババがかわした。これは自爆でしょうね。頭をキャンバスに打ちつけた。顔面真っ赤なハリーレース、頭をキャンバスにぶつけました。さあここはババチャンス、ここはババチャンス。さあチョップがいった、脳天チョップがいった。血に染まった顔面に一発二発脳天チョップがいく。さあババチャンス、このチャンスは逃してはなるものか。ほーら脳天チョップ、その上にカバーに入った。ワンツーワンツー。まだまだ効かない。いや大変なんですな。全く青竹のような弾力のある、はい、そのハリーレースの体であります。よく頑張りますハリーレース。
また同点チョップ。残り時間はあと1分となりました。30分1本勝負、ジャイアントママハリーレースの一戦。さあ果たしてこの1分のうちに決着がつかまん。カウンター1、カウンター1であります。いやタフなんてもんじゃないです ね、 ですね。素晴らしいスタミナ、そして根性です。ハリーレース、そしてジャイアントママ、おーっと覆いかぶさった。ワンツーワンツ ー、 今はブレンバスターに行こうといったところ、それを体を浴びせたわけですね、ジャイアントママ。あごめんに浴びせちゃったね、はい、浴びせる。さあ今度はジャイアントママの構成だ。16問がいった、カウンター。16問のカウンター決まった。その上にカバーに入った、ワンツー、上を決めたが足を伸ばした、足を伸ばした、ロープに逃れた。あと15秒、あと15秒、どうやらこの試合決着はつきそうもありません。血の構想であります、ジャイアントママハリーレース。16問がいった。さあ残り時間は少ないぞ、早くカバーに入れ。2ドロップでいった、カバーに入った。ちょうどこの時タイムアップ、タイムアップ、フルタイム、フルタイム。それにロープですね、やっぱり今度、はい、時間切れの引き分けと終わりました。しかし素晴らしい試合ですね、田島さん。これは終電の試合ですね、はい、いや見事なもんでした。最後の最後まで力を振り絞りました、全力を尽くしました両選手であります。真っ赤に顔面を染めておりますハリーレース、そして汗みどろのジャイアントババ、両選手ともによくやりました。宮殿記念体育館を埋めましたファンもプロレスの真髄を本当に堪能した感じでありまして、大きな拍手が湧いております。ジャイアントババ、そしてハリーレース、結局この試合30分フルタイム戦いましたが決着がつきませんでした。全日本プロレスオープン選手権大会、この放送は日本テレビをキーステーションに全国31局をネットしてお送りしております。時間切れ引き分けでございます。